おはようございます、南花です。平日の毎朝お届けしています、南花の今日は何の日。電車の中やお仕事前などに毎朝聞いていただいて、楽しく一日を過ごしていただけるようなプログラムをお届けしていきます。今日は3月11日月曜日です。まあこの週末は変な天気で暖かかったんですけど、昨日の夜とかねぐっと寒くなってきましたけれども、昨日ね侍ジャパンオランダに16対4で圧倒的な勝利でしたけれども、金曜日はかなりねハラハラしましたね。まあ、昨日勝ったことで2次ラウンド1組で2位以上が確定ということで、アメリカのサンフランシスコで開催される決勝ラウンド進出を決めたということでね。でこの、WBC の日本代表の試合っていうのをどんな風に皆さん見てますか？とある友達はFacebook で書いてたんですけど、お父さんが試合をねテレビで見ながら、侍ジャパンはやっぱりこうでなくちゃこの前までじゃ弔いジャパンだもんなって言ってたって書いてあったんですけど、私は試合全部は見てないんですが、福岡での試合とかもね、まあ、確かに盛り上がりに欠けるっていうか、こう残念なところが多かった試合だったようですね。まあ、お父様なかなかうまいことをおっしゃるなと思ったんですけれども、そんな南花の今日は何の日、3月11日、今日も世界で様々な記念日があるようですよ。ちょっと紹介していきましょう。WBC は今日キューバと、オランダが試合をして、明日日本と今日の勝った方ともう一回やるんですよね。もうこのまま侍ジャパンは3連覇波に乗っていくしかないですね。というわけで3月11日ですけれども、どんな日があったんでしょうか。これがね野球の日が実は1個あるんですね。1946年東京六大学野球連盟が復活っていうことでね、まあここで大学野球で鍛えられた選手が侍ジャパンに入っていくかもしれないですね、これからもね。そしてパンダ発見の日というのもあります。1869年の今日、中国四川省の民家で伝道中のフランス人神父アルマン・ダビドが白と黒の奇妙な熊の毛皮を見せられました。これが西洋でパンダが知られるきっかけとなったということなんですね。でこのダビドという人はパンダのレプリカ標本をパリの自然歴史博物館に送って、その1年後の1870年、研究を進めたミレー・エドワードという人が、アイル・ロボダ・メラノレウカという、まあ、ジャイアントパンダの学名らしいんですけど、まあ、そういった学名をつけたということですね。それから1878年鉄道局が多等客車内での広告掲示を許可ということで、これが初の車内広告になったということですね。それと1922年日本テニス協会が設立されたとかですね。あと同じ年、後藤祐吉という人が、乗客3人を乗せて岐阜から東京を飛行したということで、これが日本初の旅客飛行だったということですね。そして1970年には490人乗りのボーイング747型機、愛称ジャンボジェットが日本に初めて飛来ということで、なんかこの2つのね出来事が同じ日に起こったっていうのがなんか嬉しいリンクのような感じがします。そして1984年の今日、宮崎駿監督のアニメ映画風の谷のナウシカが封切られました。これねテレビで今でもやってると見ちゃうんですよねそんな中、今日私がピックアップしたいのはこちら、フォラムの日。1751年の今日、イギリスの新聞ロンドンアドバイザーリテラシーガゼットが世界初のコラムの連載を始めたということで、今日はコラムの日だそうです。もともとコラムっていうのは円柱のことを指すんですって。新聞とか報道雑誌とかニュースサイトなんかに掲載されているようなニュース以外の記事ね、あとは個人的な分析とか意見とかっていうのが含まれている記事のことを、コラムって呼ぶそうです。評論とかエッセイ、それから人生相談コーナーとかおすすめの何々みたいなものもコラムっていう範疇に入るそうなんですけれども、もちろんコラムの執筆者のことはコラムニストというふうに呼びますけれども、マツコ・デラックスさんなんかはねよくコラムニストで女装家の、マツコ・デラックスさんなんていうふうに紹介されたりしてますね。今日は2011年に東北地方の太平洋沖地震があってからちょうど2年ということで、おそらくどのメディアもねこのことについて大きく取り上げるでしょう。ジャーナリストだけじゃなくて多くのコラムニストもね取り上げるかもしれません。
まあ、読んだ人ができればねハッピーになれるコラムを書いてほしいと思うし、できれば私はそういうコラムを読みたいなと思います。ということで今日は3月11日コラムの日ご紹介しました。お送りしてきました南花の今日は何の日、いかがでしたか？私もねある意味ではちょっとこのポッドキャストでコラムニストとして喋ってるみたいな感覚がねちょっとあるんですよ。いつも私が心がけてるのは、聞いてくれている人たちがこのポッドキャストでいい朝をスタートさせていい一日にしてもらいたいっていうことなんですけれども、ちょっと聞いてみると夜聞いてくれてる人も結構多いみたいですが、一応朝こういう感じでスタートさせてほしいっていう気持ちで喋ってます。夜聞いてもらっても全然いいんですけどね。それでは今日もいい一日になりますように。お相手は南花でした。